サグザ、一体何を隠している？半月ほど前のことです。世界各地より異常な数値を示す海洋気象観測データが多数届けられました。私たちはそれらの数値をもとに改めて大災厄に関する予測演算を行いました。結果算出された仮説は恐るべきものでした。大災厄が恐るべきものであることはすでに歴然としている。人類の滅亡が不可避であるからこそ、そなたら国内外の研究者が英知を結集し、他の次元に移り住むための装置の開発を急いでいるのであろう。我らが恐怖したのは大災厄の経過、人類に残された時間です。当初の想定よりも数十倍早く、大地は厚い氷に覆われ、空は毒を帯びた灰を降らす。この世界は死の星と化し、生命体のほとんどが最初の10日ほどで命を絶たれます。具体的にどれほどの時が残されている？悪くすれば半年足らず。今の開発状況からすると、次元転移の有効範囲は新市街区域までが限界です。平民は見捨てざるを得ないと。サグザ、今この場でそなたを超術学研究所の新たな開発主査に任命する。私が責任を持って評議会の信任を得る。いいえ、私にはそのような大役。ノエルは剣で、自らは学問で王国を守る。そう誓ったそうだな。ノエルは今まさに王国兵団の武人として決死の覚悟でタームと戦っている。そなたの誓いは偽りか？我らには絶望している猶予などない。時間が許す限り前に進む。一歩でも前に、一つでも多くの命を救うために。わかりました。開発主査の任、謹んでお受けいたします。サグザーのこと聞いた？ああ、超術学研究所の開発主査に選ばれたらしいな。今後は彼が開発の指揮を執ることになるわ。これまで以上に研究所に引きこもることになるのか。時々様子を見に行くわ。頼む。あいつは研究に打ち込むと寝食を忘れる。放っておいたらいつか倒れてしまう。父が内々で祝いの席を設けると言っていたわ。あなたも来てくれる？遠慮しておくよ。俺はそういうかしこまった場は苦手だ。でもあなたが来てくれたらサグザーも喜ぶわ。俺が行かないことはあいつが一番よく分かっているよ。それもそうね。子供の頃からあなたとサグザーは気持ちが通じ合っていた。何をするにも一心伝心って感じで、私はそれが羨ましくて少し焼いたりもしたぐらい。いつも一緒にいたからな。自然と気心が知れただけさ。幼かったロックブーケも二人にくっついて回って、野山をかけっこしたり、川で魚を釣ったり、洞窟探検したり。でも私はあまりその輪の中には入れなかった。私は大神官の娘、お城から出してもらえなかった。どうした？突然そんな昔話。何かあったのか？何もないわ。あなたは剣で、サグザーは学問で、この国を守ると決めた。そして二人ともその通りになった。
いつの間にかみんな大人になっていく、そう思っただけよ。悪いな、オイブ。そろそろ演習の時間だ。ターム討伐に特化した部隊の隊長に抜擢されたそうね。ああ、ワグナスから頼まれた。赤竜隊と名付けた。ノエル、なんだ。なんでもない。またな。死なないで、ノエル。来たか。この島はタームの襲撃を免れているようだな。未踏の砂漠に危険なモンスターが巣くう原生林。ここは人が住めるような地ではない。人間がいなければタームも近寄らない。都市部は悲惨な状況だ。毎日いくつもの町が壊滅し、何千もの犠牲者が出ている。それで軍の中枢にあるワグナス殿はどんな戦術で南極を打ち破る？作戦がある。だが作戦の実行には決死の覚悟を持つ少数精鋭の部隊を作らなければならない。スービエ、王国兵の中にもお前ほどの槍の使い手はいない。これと決めた時の恐れを知らぬ豪遊、窮地に陥った時に発揮する非凡な知恵、私が望む部隊には不可欠の戦士だ。明日の朝早くこの島を出る。町に着いたら船で他国に渡るつもりだ。どこに移り住んだところで天変地異からは逃れられぬ。だがタームを何とかしなければ、世界の終末より前に人類は滅びる。俺は次元転移などには興味がない。今まで通り死の瞬間まで生を楽しめるだけ楽しむ。だがもしもいとこであるお前が俺を頼って訪ねてきたら、その時は話を聞こうと思っていた。では間一髪間に合ったというわけか。それで返事は、私と共に来てくれるか。見ろワグナス、波が激しくぶつかり合っている。風が強くなり波長の間隔も長くなった。伝説の大波が来るかもしれない。どこへ行く？服を着たまま波乗りしろと？そんなもの後にしろ。まだ答えを聞いてない。後も先もない。同じ波は二度と来ない。今この瞬間を捕まえられるか否か、それだけだ。波に乗れるか飲まれるか、運命に乗るか反るか。俺がここを立つ寸前にお前は来た。これは運命かもしれない。ならば一つ占ってみよう。俺が伝説の大波に乗ることができたら、その時はお前についていく。危険だ。戻ってこい。何か来るぞ。ノエル隊長、戦力では手に負えぬ敵だ。俺が引き止める。行け！
ここまでか。なければ戦え。王国兵団赤竜隊隊長ノエルだ。助けられた。感謝する。助太刀には入ったが、結果奴を倒したのはお前だ。となるとこの洞窟で最も手ごわいのはお前ということになる。俺の名はダンターグ。最強の戦士となるため強敵を探し求め旅している。たてどちらが強いか勝負だ。受けて立つと言いたいところだが、もう指一本動かせない。そうか。ではいずれまた必ず。では俺とダンターグはおとりというわけだな。ああ、派手に暴れてくれるほどタームの注意をそらすことができる。君たちの陽動の間にノエル率いる赤竜隊が巣穴深部へと潜入する。こそこそ隠れながら忍び込むなんていうのは俺の性に合わん。そっちは任せる。ワグナス、この奇襲連中は認めたのか。いや、評議会からの明確な容認は得られなかった。巣穴を犯されたタームの激高と逆襲を恐れているのだろう。高い壁に守られた王都の連中にとってタームの脅威は未だ対岸の火事だ。安全圏にいる彼らの決断を待っていたら都から離れた町はことごとく壊滅する。お偉いさんは高みで見物、いつものことだ。タームは町を襲い人をさらう。さらわれた人間の数だけ最深部のクイーンは成長し、さらに多くのタームを生む。いずれ巣穴は都の地下まで広がる。そうなれば我らに抗う術はない。今やらなければならない。無理でしょうね。止まれ。ダンターグ、槍を収めろ。彼はボクオン、私の知人だ。タームの巣穴への奇襲作戦、なぜ私に声をかけないのですか。君はこういうことには興味がないだろうから。兵法は机上の空論、私は実戦では役に立たない。そういうわけではないが、これは死に身を投じる戦いだ。君は体を張るタイプではないだろう。あなた方の話を聞いていましたが、実に惜しい。あと一手、たった一つ駒を動かすだけで戦況を優位に導くことができる。勝利の獲得も不可能ではなくなります。ワグナスの作戦には穴があると。口を慎め。ワグナスへの侮辱は許さない。スービエ、待て。ボクオン、君の話を聞かせてくれ。さすがはワグナス殿、私の言葉の価値を分かっておられる。
この道もダメだ。仮想エリアに通じる道をことごとく塞がれた。我らを女王がある最深部に近づかせぬためか。タームにそこまでの知能が。人間と同等、軍略に限れば人間以上だ。奴らは恐ろしいまでに統制が取れている。ではすでに仮想エリアでは我らを迎え撃つ布陣を。ああ、時間切れだ。しかしスービエ殿らがおとりとなり捨て身で開いた突破口です。ここで諦めるわけには。今ここで退路を断たれ我らが全滅すれば、赤竜隊を強行派兵したワグナスが苦境に立たされる。ならば生きて帰ることで希望をつなぎ止める。次の機を得るための撤退だ。隊長、タームから目を離すな。奴らの動きを警戒しつつ陣形を。隊長、逃げ。諦めるな。全滅など許さん。あまり長くは持ちませんよ、ノエル。集合体の武力はウァグナスの予測をはるかに上回っていた。退却は無念ですが、戦果は大きいと言えましょう。今回のデータをもとにターム攻略の戦術を練り直すのです。それにはまずこの巣穴からの脱出だ。待ち構えるタームどもをなぎ倒しぶちかます。クイーンは倒せない。人間を超える力を手に入れなければ。赤竜隊による奇襲は成功したものの、クイーン撃破には至らず、タームの数は増すばかり。城下への侵入も時間の問題かと。ならば第七区画の鉄門を閉じよう。それで半月ほどは時を稼げる。その間に次元転移装置の開発を急げ。しかし住民たちの避難先の確保は容易ではありません。避難など必要ない。は？今は世界存亡の危機だ。間もなく訪れる天変地異より我らが生き延びる術はただ一つ。この地を捨て新たな別世界に転移しなければならない。さらに巨大槍のモンスター、あの忌々しき獰猛なタームによって王国兵の半数を失い、この王城さえも危うい状況だ。かような難局にあっては多少の犠牲は免れない。では城下の平民たちを見殺しにせよと。装置が完成したところで別世界に渡れる数は限られている。ならばその命、王城にタームを近づけぬために使ってもらおうではないか。それが国王に忠誠を誓う人民の務めという。失礼します。先ほど伝令の者がワグナス様に知らせを。タームの群れがアデナ川の防塁を突破したとのことです。バカな、すぐにノエルを。赤竜隊を呼び戻し交戦に当たらせよ。ワグナス、神の祝福は
たっとき者にこそ手厚く授けられるべきだとは思わぬか。鉄門を閉じよ。奇跡はそう何度も起こらない。次はさらに多くのタームが押し寄せ、砦は破られる。そうなればいよいよ城下への侵入を許すことになる。王都はおびただしい血で染まり、凄惨な地獄絵図が繰り広げられるだろう。被害の数はこれまでの比ではない。それでもなお評議会の役人たちは防戦に徹しろと。表向きは評議会の命だが、事実上この国を動かしているのは枢密院のメンバーだ。中でも最たる権勢を振るう大神官様が区画閉門による防城戦を選ばれた。次元転移装置の開発までの時を稼ぐための策だ。ワグナス、これはまだ仮定の話に過ぎないのだが。なんだ。俺は同化の法を超える新たな秘術があると考えている。そしてそれこそがこの世界を救う唯一の希望になり得るとも。同化の法を超える新たな秘術だと。単に対象の肉体を同化するだけでなく、その能力や知識までをも取り込み己のものとする。それはすごいな。吸収の法とでも呼べばよいのか。スービエ、生きていたか。しかしその傷、すぐに軍医を呼ぼう。かすり傷だ、問題ない。それより話の続きを聞かせてくれ。君同様、私が最も信を置く者の一人だ。何も隠す必要はない。吸収の方、言えて妙だ。ただこれには大きなリスクがある。吸収した対象の性格や経験に自分の方が影響を受ける可能性がある。殺人鬼を吸収すれば殺人が快楽になるかもしれないということだ。望むところだ。その程度の覚悟なくして世界を救うことなどできようか。世界が救われれば我々がどうそしられようが構わんさ。スービエ、君はどうだ。この先も私と共に戦ってくれるか。危険があるのはノエルの説明した通りだ。そんなこと聞くまでもないだろう。ノエルの言う難しいことはよくわからんが、俺はお前を信じるだけだ。それで十分だろう。では決まりだな。よし、ならば三人の結束を祝い乾杯といこう。間もなく日が落ちる。定めた刻限だ。急ぐぞ。一つを除き、巣穴の出口のすべてを瓦礫で塞ぎ、タームの逃げ道を一箇所に限定。俺たちはその唯一の出口に待ち構え、巣穴から出てきたタームを消滅する。まずは敵の数を減らすことが重要です。兵隊アリの数が減ればクイーンに接近する機会も生まれます。ロックブーケ、こんなところで何をしている？もちろん皆さんと合流するために先回りして待っていたのですわ。お前には別の任務を命じたはずだ。私はお兄様とワグナス様のおそばで働きたいのです。
ロックブーケ、今は各々が課せられた役目を果たすことが重要だ。分かってくれ。嫌です。分かりません。分かりたくありません。お前を連れて行くことはできない。お兄様、話したはずだ。我らは同化の法を超えた禁忌の術法を用いた。今はまだ肉体に変化は現れていない。だがいずれ吸収したモンスターの影響は現れる。我らは皆異形の姿に変わる。姿だけではない、おそらく心も蝕まれていくはずだ。その先に何が待ち受けているのかは誰にもわからない。妹であるお前を道ならぬ道に連れて行くことはできない。私は邪魔なの、お兄様。ノエルは君の身を案じているだけだ。邪魔だなんて思ってはいない。ワグナス様まで私を抜け者にするのね。ひどい、ひどいわ。ここまで一緒に来たのに。ワグナス殿、本当にもう参らなければ作戦が水の泡となりますぞ。俺は彼女の覚悟も捨てたものではないと思うがな。ノエル、私は君の決断を尊重する。お兄様、お願いです。必ずお役に立ってみせます。目にいっぱいの涙をためて俺を睨みつける。子供の頃からお前はその目を見せると決して自分の意見を曲げなかった。俺はその頑固さを危うく思い、時に厳しく当たった。ワグナス、すまない。この子も仲間に入れてやってくれ。行くぞ。時は今だ。何をなされるおつもりか。このまま一気にクイーンを撃つ。バカな。あなたらしくもない。冷静になって状況を把握なされる。確かにかなりの数のタームを駆除することはできました。しかしながら巣穴に残るタームはこの倍、いや数倍はいるでしょう。かたや我らは皆手負いの身です。これ以上の深追いは極めて無謀。食えばいい。何ですと。巣穴のタームを半殺しにして吸収しながら進撃する。力の回復と成長、一石二鳥だ。吸収の方はディナーではありません。ノエル殿が言われた通り、大きなリスクを負う以上、いかなる力を求め何を吸収するかは各々が慎重に選択すべきことです。至極単純な話だ。ふぬけは吸収しない。純粋に戦いだけを求めているやつ、狂犬や怪物のようなやつを吸収してやるさ。ワグナスが行くなら俺も行く。それだけだ。私も同じです。どこまでもお兄様とワグナス様についていきますわ。僕を、君は君の考えに従えばいい。俺を置いていかないでくれ。やつめ、また現れたぞ。俺も行く。連れて行ってくれ。ふん、虫けらが。お前は来なくていい。なぜだ。俺も討伐軍の正式な兵士だろう。
あまりにしつこいのでワグナス殿がお情けで入隊させてあげただけです。黙れ、俺はワグナスと話してるんだ。クジン氏、君は十分働いた。もう田舎に帰った方がいい。ノエル、あんたからも頼んでくれ。俺の力が必要だって言ってくれ。お兄様に近寄らないで。殴るわよ。お前の命だ、好きに使え。ノエル、ただの人間に過ぎない彼では僕王の代わりにはならない。だが何かの役には立つかもしれない。何より巣穴のタームに時を与えたくない。混乱の今日をつく以外に勝機はない。そうだな。クジン氏、君も来い。あれは帰ってきた。見事女王アリを討ち取った救世主のご帰還だ。ありがとうございます。これで息子の敵を討つことができました。ああ、俺たちの七英雄だ。七英雄、おお、七英雄よ。王国の勇者、偉大なる七英雄、我らの七英雄。七英雄に栄光あれ。昔馴染みの友がクイーンを倒し凱旋を果たしたようだな。はい。お前と我が娘のワイブ、そしてノエル、三人ともついこの間まで子供だったような気がするが、時が経てば竹馬の友も進むべき道は分かる。サグザ、次元転移装置はいつ完成する？想定よりも塔の出力の制御に手を焼いております。王国全域を転移させるにはもうしばらくかかるかと。ならば例えばアラバ館の丘だけを転移させることは可能か？限られた範囲であれば現段階でも。ではすぐに最終実験の準備に取り掛かれ。アラバ館の丘を転移させる。承知しました。私が作る新たな世界には英雄などいらん。民はただ神の化身たる大神官のみを崇めるのだ。これは大神官様、一体何が？モンスターだ。突然モンスターが現れ、国王様。しかし神殿にモンスターが侵入するなどありえぬかと。まだどこかに潜んでいる。だが私は見ての通り丸腰だ。ワグナス、そなたの剣を貸せ。しかし早くせよ。
ワグナスを捕らえよ。しまよわれたか。しまよったのは貴様であろう。モンスターとの同化、貴様は禁忌の術法に手を出した。その結果、強大な力と引き換えに自我は侵され、蝕まれた。私を落とし入れたな。国王様を貫いたこの剣が何よりの証拠。もはやお前はワグナスではない。同化した怪物に意識を乗っ取られた殺人鬼だ。そしてこの事実を知った都の民は思うだろう、七英雄は人間ではない、タームをも忍ぶ恐ろしきモンスターと化したのだと。クイーンを倒した今、私の宿願は叶った。いいだろう、私の命貴様にくれてやる。だが覚えておけ、ノエルやスービエ、他の者たちに危害を加えた時はその首と胴は離れる。貴様がどこに身を隠そうとも必ず見つけ出し、私がこの手で殺す。連れて行け。どこに身を隠そうとも。かワグナス、貴様の復讐の刃が私に届くことはない。ノエルか、なぜ来た。他の選択はなかった。行け、すぐにここを立ち去れ。ここで私が逃亡すれば大神官の思う壺だ。奴はさらに声高に七英雄の脅威を喧伝し、民の恐怖心を煽る。民はタームに支配された。絶望と戦慄の記憶をよみがえらせ、タームと七英雄とを重ねるだろう。そうなればもう断罪を求める声を制することはできない。民は私のみならず七英雄全員の抹殺を願う。ノエル、私はここで処刑されなければならない。国王暗殺の罪を負い、裁きを受けなければならない。他の皆を生かすには七英雄のリーダーである私が。ならば俺も共に行こう。バカな真似を。これで我らは正真正銘の逆賊、王国にあだなす者となった。ワグナス殿、一つお聞かせ願いたい。密かに開発が進められていると噂の次元転移装置、あれはすでに完成されておられるので。なぜ今そんなことを。大神官はワグナス殿の力を承知のはず。そして我々がワグナス殿を救出に来るであろうことも予測できた。しかしこの備え、七英雄に対抗するにはあまりにも脆弱になっている。それは私たちが強すぎるからでしょ。まさかこれは。罠か。おい、こいつは何の音だ。まさか
この音は次元転移か、体が熱い、燃えるようだ。ここはマグナスだけを断罪する地ではなかった。七英雄の処刑場、我らを異世界に追放するための。私としたことが浅はかだった。大神官はすでに人心を掌握していた。民は奴の偽りの言葉を信じ、七英雄がタームと並ぶ凶悪なモンスターであると信じ恐れた。故に我らは今、いいだろう、私を断じよ。七英雄に流刑の制裁を加えよう。だがいずれ我らはこの世界に帰る。その時は必ずこの手で貴様らを復讐の裁きを。ワイーブ、なぜ僕を問い詰め責め立てない。それであなたは楽になるの？この先永遠に楽になることなどない。僕はそういう罪を犯したんだ。ワグナスに国王様暗殺の濡れ衣を着せたのも、ワグナス救出を企てる七英雄をアラバ館の丘におびき出したのも、そしてあなたを力ずくで従わせて七英雄を別の次元に追放させたのも、すべて父上が成したこと。責めるどころか、私は娘としてあなたに謝罪しなければならない。どうであれ、僕は友であるノエルをいずことも知らぬ異世界に追いやった。僕はこの手でかけがえのない友を殺したんだ。いいえ、ノエルは生きているわ。流刑の地がどんなに過酷な世界であっても彼は生き抜く。非業の運命を背負わされてもくじけたりはしない。必ず生きて帰ってくる。君も知っているはずだ、間もなくこの世界には大災厄が訪れる。やがて太陽の光は届かなくなり、大地は熱い氷に覆われる。世界そのものが失われてしまえば、七英雄の帰る地もなくなる。それでも私は信じているの。もう一度この世界のどこかでノエルに会える日が来ること。ワイーブ、もしかして君はこの世界に残りノエルを待つつもりなのか？万に一つも生き延びることはできない、自殺行為だ。子供の頃、私が山で迷ってしまった時のことを覚えている？私は洞穴で雨露をしのいで、わずかな食料と水だけで過ごした。夜になると獣の遠吠えが暗闇に響き渡り、怖くてたまらなかった。でも私は洞穴を動かなかった。私は信じて待っていたの。必ずノエルが見つけてくれると信じていた。そしてそれはすぐに現実になったわ。目覚めると洞穴に差し込む朝日の中に彼は立っていた。一日中こんな暗い部屋に閉じこもっていたら体に触るわ。よせ！どうしたのサグザ？すまない。七英雄を別世界に追放した時、装置が発生させた柔術場のエネルギーのせいでアラバ館の丘は激しい光に覆われた。
あれからずっと僕は光が恐ろしい。光に照らされると七英雄の憎悪と恨みの声が聞こえてくる。だがノエルは、ノエルだけは黙って僕を見つめている。おそらく僕はもう二度と日の光を見ることはできない。湿った薄暗い地下墓地か地底深くに埋もれた遺跡にでも閉じこもって生きていくほかない。サグさん、あなたは。オアイーブ、君には光の道を生きてほしい。新たな世界に旅立ち、僕とノエルの分まで光の道を。術法が書かれた魔法陣を抜けてから明らかに異質な空間に入ったようですが、我らにとって最後の要塞となる地、ラストダンジョンとでも呼ぶべきか。最後の要塞？敵は誰だ？七英雄の目的の達成を阻む全てのものだ。目的は一つ！卑劣な罠で俺たちを世界から締め出した大神官の死、そして救世主である俺たちを恐れ呪った古代人への復讐。目的は一つなんでしょ？あんた今二つ言ったわよ。だがいずれその目的を忘れてしまう者が現れるかもしれない。どういうことだ？前にノエルが言った吸収した者の性格や経験までをも取り込み自我が失われる危険性があるというやつか？これまで多くの次元を渡り歩き、数え切れぬほどのモンスターを吸収してきた。すでに少なからず俺たちの精神は侵されているだろう。精神が侵されたから何だというのだ？モンスターを吸収するという衝動に身を委ねれば本来の目的を忘れ世界を漂流するだけの存在になる。何が悪い？俺は強敵を求める。たとえ雪山や洞窟を数百年さまよい歩くことになったとしてもだ。目的は達する。それは絶対だ。そのために七英雄は今ここで不利一体の絆を結び無敵にならなければならない。無敵になるとは具体的にどのような？私はこれを血の誓いと呼ぶ。新たな術法か？これより我らは肉体を捨て幻体となって動く。捨てた肉体はどうなる？誰も触れられぬこの亜空間に保管する。幻体が破壊されても実体が残存すればそれは死ではない。長い眠りは必要になるが再び復活することができる。誓いというからには守るべき制約が？我ら七人のうちの六人までが倒された時、最後の一人は命を賭して実体を守る。血の誓いか。この中の誰かが再びこの地を訪れるとき、それは俺たち七英雄が何者かに追い詰められたとき。最後の一人が実体を守らねばならぬほどの危機に陥ったときというわけか。この誓いは七人すべての合意でのみ成立する。皆の考えを聞かせてくれ。